南郷駅は宮崎県日南市南郷町中村大にある九州旅客鉄道日南線の駅である短式ホーム一面一線を有する地上駅保線用の側線一線がある古くからの駅舎がある2009年10月に当駅を四十着駅とする特急海幸山幸が運転開始されるのに合わせてリニューアルを行った駅舎には 観光協会が入居していて、その観光協会が切符の販売を受託している簡易宅駅である。臨時特急、海幸山幸の始発、終着駅だが、一面一線の構造の当駅には、留置できないので、到着の下り列車は、油津駅まで改装し留置される。逆に上り列車は、同駅から改装列車で入線してくる。当駅終着の最終列車もこれに準じる。 南郷町は日南市編入前から長らく西部ライオンズのキャンプ地であったため2020年2月に地域活性化策として地元高校生とタイアップし駅舎を白と紺色ロゴマーク等で塗装しライオンズ南郷駅の愛称名が設定されたこの取り組みは同じ日南市でキャンプする広島東洋カープもファンとのタイアップで油津駅を赤く塗装しカープ 油津駅の相性を設定している。企画した高校生によれば、カープ、油津駅の2番戦時と言われないよう、駅舎には、メットライフドームの備品なども取り入れる、としている。2015年度の1日平均乗車人員は167人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、ありがとうございます。